よし、エリア4はお宝16分の16。無事コンプリートということで、エリア5。風通るもみじ。早速ね、羽ピクミンが上に見えてる。ねえ、にゃらーん。秋香る森。そうか、ここは秋なんだ。うん、景色がいいね。それじゃあ、ゴーの上、レッツゴー。秋の紅葉が美しいですね。まずは後ろに。しかし何もない。あ、飛べるようになったんだっけ。おお、だいぶ飛べるようになったけど、おっせ。それじゃあ、羽ピクミンに出会っちゃおう。ピクミン。おや、羽ピクミンですね。オリマーさんが高いところから落ちても助けてくれる空中の心強い仲間です。オリマーさんがホバーで移動してもついてきてくれます。なるほど。持ち上げろ。よし。ん？わーいわーい。綿が飛んでる。これ毒吐くやつじゃなかったっけ？ポイッと。下があるんだよな。で、こっち行ける？行けない？あの下も見えてないからね。とりあえず先に進んで、その後考えよう。この上もないよね。お、すごい！ゆっくり降りれる。こっちあるでしょ。ありがとう、羽ピクミン。からの大ジャンプ。オッケー。どうやらあれはブースターで飛ぶのが正解だったっぽいな。まあめんどくさいんでわざわざ行きませんが。上から来るぞ、気をつけろ。正面からも来るぞ。狙撃。あ、あれは四角電池。懐かしい。あ、逆か。これは下を越えるんだな。羽ピクミン、それ落とすなよ。絶対落とすなよ。絶対落とすなよ。うわー、やりてーやりてーけどやらない。ピーティーてー。こういうことですね。わかります。おっと、失敗した。このイラッとか。よし、ゲットゲット。いや、四角電池、このね、電池使ってるね、道具なくなるとほんと困んだよね。ビリビリ金庫、まあ、ビリビリの金庫、まあ、電気の貯蔵器で思えば間違ってはない。はい、おいでー。よっしゃー。そんな来んじゃねえよー。上の画面マップが邪魔だよ。お亡くなりになってしまった。パーフェクトが。いて、いて。は、置いてくねえ、オリマさん。
なんか不穏な音楽に。弱い。羽ピクミン弱い。あじゃぱあじゃぱ。やっぱ後ろから不意打ちしないとダメだね。このゲームは基本不意打ち。あのこれいらないっす。正面から戦って勝てるのは岩ピクミンとあとは、赤ピクミンぐらいなもんだ。おいでー。まあすでに1匹なくなってるんでね、ある意味どうでもいい。どっちが正解かわからないな。まあまずはこっちから。あケツを狙え。これは向こうとつながってるだけ、どっちから来ても同じだった感。帰れ。ヨーヨーのようだ。どっちから来ても同じだったっぽいねこれ。しかしこの上に何か仕掛けが。シャカ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 。左と右。左ルートは行ったらついてくるんじゃない。オッケー、お宝。これは牛の缶詰、牛缶、珍しい。あんまり牛肉は缶詰されてるイメージない。かつての牧場。あそこに牛がいたんだよきっと。で、持ち上げて私が下に行きます。そして呼ぶ。すごいパワーだ。こういうことだね。わかります。私気になります。この毒が終わったら上に登って、まずはこのこっちを倒す。安全に安全に。安全第1位。ちょっとね、ある意味不安なのがこの時に下行くと実は下があるんじゃないかみたいな。はい、そういうものはない。だが帰って安心だ。はい、オッケーです。スイカ。一応右の奥も行く？もうクリアかもしれん。イベントだ。なんでこれ？なんでこれ？マミジマミジニーニー。風が。前が見えねえ。気のせいかにゃ。あじゃあバー右クリアっぽいけどね。羽ピクミンたちは弱いからね、正面から戦っちゃダメだよ。てかどのピクミンでも正面から戦っちゃダメだよ、あいつらほんと弱いもん。まあこれ落として安全確認してから。届くかこれ。届かない。あ届いた、よかった。これも鍵か。もう3つ目、一応コンプリートだね。
取り越しガバナンス。回す系のやつかな。お前らほんとすぐ迷子なんだけど、マジで勘弁してくれよ。あ、キャー、前の方にいた羽ピクミンがね、お、近くにいるの怖くて帰ってきた。えー、楽勝。お、まだ終わらない、やばい、終わらない、終われない。これ空中にいながら投げたりできる、空中にいながら狙撃ができる。でもこれトゲに当たると多分死ぬよね。ごめん、実験ごめんなさい。あ、どうせもう今回は何匹も死んでるからパーフェクトを狙わないから、実験という理由で茨に向かって投げられたピクミンはかわいそうだな。ピクミンの死因、実験。お宝コンプリート、秋香る森。あー、結果発表でーす。羽ピクミンと初めて出会ったよ。ビリビリ金庫、かつての牧場、そして取り越しガバナンス。広場広場、行け羽ピクミン、お前たちのお仕事だ。はい、羽ピクミンが広場に変わり、ピクミンの届かないところも探せるようになっちゃった。ここここ、行きなさい。羽ピクミンがやってきた。あの植木鉢の上にある石をどけるのです。わーいわーい、チロルチョコみたい。でここはまだまだ岩ピクミンのお仕事が忙しい感じ。よし、問題なしだな。チリンチリンチリンと、はい、コンプリート。ゴーの絵は裏道なし。じゃあ図鑑に行こう。来たよ、羽ピクミン。羽ピク、背中の羽が特徴のピクミン、空が飛べる。私がホバーで移動してもついてきてくれるのはありがたい。もし穴に落ちてしまっても助けてくれるところが頼もしい。しかし彼らが手を離したら想像したくもねえよー。虫ピクミンみたいな感じ。羽ピクミンの正体は虫ピクミンだったんだ。そしてお宝、四角電池。四角電池売ってないんだよね。どうやら頑丈な金庫のようなものでダイヤルがついている。決してお金目当てではなく、ピュアな科学的好奇心によって私は開けようと試みた。しかし待っていたのはビリビリスリューという感覚だった。2つのダイヤルを同時に回したのが失敗だったのだろうか。そらしびれるわ。気をつけろ。の電池の残量が少なくてよかった。下手すりゃ死んでたぜ。人は過去をしみじみ思い出し、過去をくよくよ振り返る生き物だ。この物体を見ているとそんなさまざまな気持ちが浮かんでくる。私にできることは今を生き抜く努力をすることだけなのだ。そう、おこたて制で待っている家族のために。もうもうもう、アリスター、アリスターではない、コンビーフ。あれ、上から開ける、あ、違うね。やっぱ回すやつだ、回すやつ。これくるって回してギルルルンって開くんだよね。いやー、初見じゃ開け方がわからないナンバーワンみたいな感じ。取り越しガバナンス。んー、タイマー付きドラム洗濯機だとドルフィン2号機は言うが、私は危険な物体に見える。巨大なダイヤルにタフな棒で、世界を破壊するほど危険な何かが隠されているのかも。ただの取り越し苦労だといいのだが。ダイヤル式南京錠。あ、鍵でも開けれるよ。じり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 、カチーン。開いちゃった。